ワッキー貝山の夏ガチャ紹介。はい、ワキワキワッキーワッキー貝山です。仙台タレント活動してる花です。はい、よろしくお願いします。久しぶりでございます。そうですね、はい、今回よろしくお願いします。どうも、照明ずいぶん変えてます。美人になっちゃう、私も若くしてはい、ということで、はい、ワッキー貝山ですがね、このロゴに思い当たる方、はい、そう、あの前の前のレトロのガチャガチャのね、コスモスっていうのをですね、はい、紹介させていただいてます。まあ実はですね、いろいろとありました。フジテレビ99人の壁仙台行きましたけども、惨敗でした。あー、やっぱ昔のがいいね。新しいのちょっと勉強できたな。あと見ました、石橋貴明さんタイムトンネルね、僕ガチャガチャのコレクターということで、はい、ね、コスモスのガチャガチャのプレゼンさせていただきましたが、まだ実はこれオンエア前なんで収録したんですけど、はい、どうなっていくかですね。あ、ね、これ収録だね。あ、いや、これ出るのはもうオンエア後なんで。なるほど、はい、ということで、そんなワッキー貝山がおすすめとなくなりましたね。さあ、コスモスのガチャガチャでございますが、行ってみよう。はい、今回はですね、こちらでございますね、はい、やっぱり女の子相手のチームですね。モーゼルミリタリー M96。 どこの女の子なんですか、ね、ミリタリー。コスモスのね、レトロ自販機はですね、はい、ミニチュアのね、結構そのガンっていうかね、銃がね、よく当たったんですよ。これが当たり、これ当たり、そう、ダイカスト部でね、これ何をするかというと、フレームより、はい、マガジン、はい、下のマガジンを引き抜き、はい、弾を装着する。ほう、弾って言ってもあの弾じゃないですよ。違います。ハンマーをカチッと音がするので、はい、するまで下方に下げ、はい、3つ目、弾を装着したマシンガンを差し込む。トリガーを引くと爆発できます。やってますか。すごいですね、ポンちゃん。それそうな、トリガーとてもリアルですね。この中身なんですけど、渋い、いい色出してますよ。これ実はこれ火薬が入ってます。もうすでにで、これ引いて、はい、ハンマーやるんですけど、はい、火薬と、はい、このなんていうの、この引き金の位置があまりにも近いので、はい、気をつけて。ドキドキしてきました。これを、これを引くんです。さあ、こちらですね、いきますよ。おー、これ嘘。びっくりした、トリガーよ、びっくりした。何だよ、はい、おい、おい、よ、あら、よ、音がカチッとなりますね。昔のやつだからな。本当に細かい。細かいんですよ。これ弾丸こうやって入れたりするので入ってんだけどね。はい。こちらをこう。はい。あ、新しい弾を用意するんですね。たまたまですよ。出ちゃうの。どうしても。これも。もしかしたら何かね。お、何個か弾が入ってるんですね。たまたま。つい、はい、おちょ、危ない危ない、ボス、ほら、お、お、巻き込んだ、あらららら、これどうなるんだろう。ちょっと待って、これでいいのかな。あ、フィットしましたね。こちらを、おわ、お、入れて、曲がってますね。あら、お、あ、ちょ、できましたね。行ってまいります、行きますよ。おお、ということで、今回一応こちらのですね、はい、精密なことは伝わりました。まあ、これよくありましたから、こうやって何かな思ったの。あら、はい、ありがとうございます。いや、こういうのね、こういうのを含めた上の打楽ですから、こちらの打楽ですね、はい、はい、チャンネル登録大丈夫ですか。いいねもぜひお願いします。次は成功するんです、こういう鉄砲まだありますから、あ、はい、次回もお楽しみに。すごい、何度もトライしたんですけどね、パーン。